2021オートバックススーパー GT ラウンド6オートポリス g t 3 0 0キロレース見事 GT500 クラスで3位表彰台を獲得した23号車モチュールオーテック GTR 松田継雄選手ロニー・クインタレッリ選手にインタビューをしたいと思いますそれではまずスタートを担当したロニー選手スティントいかかがでしたかまあ僕のスティントはペースはえーあとタイヤのグリップまあ車のコンディションよくて 1>, まあ1回目のセーフティカーが入ってきてリスタートのとあは本当に感じた通りあり序盤で感じたとありあすごくねあの前の荷台についてきてまあいい感じでスティントの内容が続いたんですけどもあとね2回目のセーフティカーでまたすべてリセットされてまああの僕のスティントは まあ本当にもっともっと走てたかったんですけども、結局、2回目のセーフティカーでもうミニマムの初回が来たんで、まあ、ちょっと私たちは入ったピットインしたタイミングは、まあ、あのちょっと伸ばしすぎてそれであのピットアウトした300の車に高い、まあ、ドタイヤで何台にかかってしまって、まあ、結局、ね、あの次の選手はその後、ね、あの。ね アウトした時は日産台にちょっと行かれてしまって、まあ、ちょっとねあの、それでちょっとロスがあったんですけども、まああのえー、とにかくその久しぶりにオートポリスであのいいレースができて、まあ、ペースも良くてすすごいこう嬉しかったですでは後半を担当した松田選手、はい、少し長いスティントそして激しいスティントだったと思いますけれどもいかがででしたか <laughs> そうですね、まあ、ロニー選手が言ったようにその、まあ、確か3位ぐらいを、ね、走ってたので。 まあ正直、僕が戻った時にかなり順位が、ね、あの後ろの方だったんでなんでこの位置なのかなっていうのが、ね、ちょっとまあ疑問になりながら、まあ、とにかくもうまた鈴鹿みたいにフルプッシュしてあの、まあ、とにかくもう1台1台抜いていきたいっていう,、ね、もう気持ちでフルプッシュしてたんですけど、まあ、途中、ちょっとあのなんかガソリンが来ないような,なんか失速しちゃって何回か,かそういう症状が出てでこう、まあ、いいモードで。 エンジンが走れなくてで、まあ、ずっとそれで39号車に、まあ、コーナーでは、ね、すごくあのアドバンテージあったんですけどなかなかこうストレートでインに刺してっていうのができなくて、まあ、結構、ねあの、ブロックも <laughs> あの激しいブロックで <laughs>、まあ、もうなかなか抜けないなっていう、まあ、正直苦しかったんですけど、まあ、最後、一発、ね、あの相手がミスったところで。 うまく並べてオーバーテイクできて、まあ、そのときに、ね、あの3位にあのなったのは、ね、分かってたんで、まあ、その後はまあとは38号車の,、ね、あの車とそんなペースは変わらなかったんで、まあ、しっかり守りきって、まあ、ここで最低でも、ね、あの表彰台に上がりたいっていう、まあ、あの僕たちここ来る前にあの思ってたんで、まあ、それが最低,最低条件。 あの達成できたっていうのはあのすごく良かったと思いますしまあチャンピオンシップま、まだあのさっき聞いたらまあ髪の毛ぐらいちょっと残ってるらしい <laughs> まだもうだめかと思ったらまあ一応、まだねそういうチャンスもあ,のあるんで茂木に向けてあの今回、ピットミスもあったりとかまあミスというかピット戦略ですね戦略とかあとまあちょっとトラブルが起きた原因をしっかりとね究明して次の茂木のに挑みたいと思います。 ありがとうございます今、松田選手からもお話ありましたけれども、ポイントランキングでいうと、今、100号車が1位と2位を独占しているところなので、ランキングは5位のトップとは23点差、まあ、今、まだ暫定結果ですので、仮ですけれども、茂雄、うん、選手の言うように、まだ可能性はゼロではないで勝てば可能性あるね <laughs> だよねで1号車が、まあ、ポイントといんなとったよ、ね。 残り2戦はウェイトも軽くなってくるということですけれども、まあ、前半、ちょっと苦しい戦いのところから、えー、最終戦までランキング争いもつれ込む、えー、ギリギリのところまで踏ん張って戦っていると思います、えー、最終戦に向けて、えー、残りの2戦どのように戦っていきたいかをまず松田選手からお願いいたしますすそうですね、あのーまあ、結構ね、チームみんなが、ね、その車をよくしてでもちろん今回もあのミシュランの、ね、タイヤすごく あのいいパフォーマンスを発揮してくれたので、まあ、本当にあの僕たちにとっては心強いですし、まあ、残り2戦、タイヤと車と、まあ、エンジンの総合力が、まあ、試されるあの大事な2戦なので、まあ、しっかりそこを見据えてあの、まあ、車作りとタイヤ作りと、まあ、あとドライバー2人が、ね、一生懸命あの頑張って最終戦,2戦、2残り2戦頑張りたいと思います選手お,お願いします。 そうですね、松木岡選手が言っていたようにまず、ね、このオートポリスでこの寒い中あの今日、決勝前にあのタイヤのもともとあ,あんまり得意状況ではなかったんですけども、まあ、タイヤの持ち本当に大丈夫なのか、まあ、いろんな、ね、あの心配があって、まあ、でも、ね、あのミシュレンタイヤの、まあこういうね、シーズンオフもそうだしシーズン中に、まあ、いろいろ、ね、開発を頑張ってくれて。 本当に今日この寒い中のタイヤのパフォーマンスも,ものすごく良かったし、まあこれはねあのモテギとあと最終戦の富士でもあのこのいいタイヤであの絶対チャンスが来るので、ま,あ、まずねあのしっかり準備して、まあモテギであのまた優勝台狙えるように頑張っていきたいと思いますえ。以上でインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。